タレントの関口博氏が24日、TBS 系サンデーモーニングに出演し、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件についてコメントしました。17日に自民党大会が開かれ、裏金事件について岸田文雄首相が深刻な政治不信を引き起こす結果となったなどと謝罪しました。18日には衆院政治倫理審査会に下村博文元文化相が出席し、裏金作りのキックバックが安倍派内で復活したいきさつなどを問われ、承知していませんと述べました。さらに岸田首相が裏金問題に関わった関係者を処分する方針を示しました。これを受け、関口氏は、ずるずる、だらだら、いつまでやっているんだっていう感じが、私の中では、しちゃうんですが、収めようがないですかねと、コメントしました。